はい、こんにちは、スプレーアートエデンのめちゃんです。ということで、ね、今メキシコのベロちゃん家に帰ってきました。ずっとね、タコス屋さんってやつをメキシコで200店舗やってた。その記念すべき2店舗目が、元2店舗目がね、この近くにあったから、ちょっとね、見に行きたいと思います。ちょっと向こう行った、入ったとこにお店持ってたんだけど、まあ、そのちょっと跡地を見に行きたいと思います。メキシコに住んで3ヶ月ぐらいでスペイン語喋れないけど、タコス屋さんオープンして1年でフランチャイズみたいな感じで200店舗までオープンして、その記念すべきちっちゃい2店舗目が元2と、今はもう全部閉まってんだけど、まだ10店舗ぐらい残ってるのかな。もう全部あげちゃったから分かんないけど、あ、ここ？ここ？これか。え？そうだっけ？全然記憶にない。もう10年前だからね。10年前の2店舗目がこれ？ここ？ここか。ほらほら、じゃあこの家だよね多分。ここだここだ。あれ？ここだ。なくなってる。そうだよね、ここだ。多分ここの家の人が多分もう貸すのをやめて、多分普通に家にしちゃったんだ。なんか繋いでる跡がある。お、10年経つと変わるんですね。そうだ、覚えてる。あの家覚えてる。目の前にある家とか、ああいう、うわー、ここに借りてたけど、お店が記念すべき2店舗目はもうなくなってました。あー、1店舗目はあるかな。うわー、もう全然、うわー、マジか。なんか寂しいね。ここも思い出の場所、本当に。まあ、とりあえずちょっと、まあお店の近くこんな感じだったよっていうのをちょっとね、回ってみたいと思います。アジアの人がいないから、全然ね、もうめちゃくちゃみんな俺のこと見てくる。昔の10年前にオープンしたお店に行ったら、もうなかったでした。OK、ということで楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴス。